薬は触れないから少しもしあるだって難しいね。めっとおりでも2面チェーンかな。ちょっともし難しいね。あ、夏野菜の暑いはもし薬振ってないかった。あっちはねちょっと違う葉っぱ大きいよ。あ、ユハネ。はいはい。スイカ。はい、スイカです。スイカスイカ。はい、みなさんこんにちは、せんちゃんです。みなさん、いつもせんちゃん動画見てくれてコメントまでありがとうございます。今日は月曜日、8月27日です。鹿屋は暑いです。毎日暑いです。私も毎日です。休みはないです。日曜日も月曜日、土曜日もお仕事ですね。今私のアイアン野菜も結構いっぱい出る、毎日注文のあるですね。そういった私のスイカ、皆さん、スイカは今日はど、私は金曜日、土曜日、日曜日、結構たくさんの収穫です。一日は100個とか、100個、100個と50個とか、いろいろですね。スイカの収穫、落花生の収穫、そしたら夜したら携帯の、あ、友達のコメントのして、野菜何キロとか、明日送ったか、何日分か欲しいと、とっても毎日忙しいです。ちょっとはね、私どうか、あ、なん、撮ってけど、時間カットはできないかった。あ、そう、今日はね、ちょっと、日曜日で、旦那さんは、お仕事は旦那さんも毎日頑張ってます。旦那さんの方は毎日、さつまいもの収穫です。私は今年はあんまさつまいもどうかも取ってない。じいちゃん、おじいちゃんも今は毎日、にんじんの種まきです。またゆっくり時、私時間ある皆さんにどうかいっぱい見せたいです。これは私の皆さん、ここの畑は私のスイカです。もういいのできたよ。台風のやりたけど、ちょっとは、はあ、まだ残ってるけどね、まだ葉っぱは枯れないです。今日は3日目で、あ、日曜日で、土佐市場に持ってきます。大変です、皆さん。カラスはね、カラスは毎日食べる。毎日5、6個ぐらい食べる。わー、手かかない、私は。落花生もね、タヌキも食べ放題です。スイカもカラスも食べ放題。私、いっぱい作ったから、ほんといっぱい畑はね、2枚、3枚。あ、糸は張ってるけど、全然効いてないです。もったいない。皆さん、あの、大きいのスイカ、カラスもやりたいよ、見て。私も何、あ、いっぱい食べた。どっちも食べた。うわー、お母さんはもったいない。お母さんは、台風やらり、カラスやらりって、大変ねって言ったよ。もうこんなのスイカ大きいなったら、あ、カラスもやります。まだいっぱいあるから、なんとか大丈夫です。
今私は土佐市場郷の野菜を見てきれいをいっぱい持ってします。皆さん、いつもせんちゃん動画見てくれてコメントまでありがとうございます。いつもせんちゃん動画見てくれて